ピッピー、こんにちは、ななこです。じゃなくていいか、オープニングしてるかも。今5時19分ね。これから行くんだけど、ちょっと仕事を少しだけやってからじゃないといけないということで、今撮影などしていまして、よいしょ、広角、おお、広角になってるわ。部屋来たな。てか空の上でも Wi-Fi 使えるんだね、お金払えば。すごい、知らなかったさ。それ十何時間のフライトが人生で初めてなので、すごいビビってて、この1週間めちゃくちゃ準備してきたので、それを出し切る時だと思います。ということで、メイク落として一旦羽田に向かいたいと思います。イエーイ。入れました。空港着きました。疲れた、なんか心臓痛くて熱出てきた。換金換金、飛びます。5時41分です。なんかめっちゃ早く着いた。全然海外来た感ない。ホテル着きました。ルームツアーします。なんかマークある。コーヒー飲めます。はぁ、いろいろある。これ食べていいのかな。おお。で、こっちがすごいよ、鏡見て、パリやばいやつだよね。岐阜に岐阜って言ってるようなもんだもん。うわ、まぶしい。はい、こんな感じ。お風呂です。すごいアメニティ。すごい。え、ここテレビあるんですけど。え、私いつも欲しいな。よいしょ。拡大鏡。いろいろ。すごい。メルシー、メルシー。何これ。あ、お城。あ、トイレ。すごい。もう大理石だよ。こんな下映えまくりの映えまくり。ありがたいよ。ね、私明後日ってか、これ帰りにさ、TGC だからさ、体重計あるのマジでありがたい。次が、こっち。お風呂でした。どどーん。寝る部屋。ねえ、すごくない？バラってよくわかんなくない？と、これらです。これ何？ちょっとやって。やばいやばい。めっちゃ名字書いてあった。見せられない。ねえ、見て。今回マックのイベントで来たので、便りがあります。あ、ロックドキスインクって書いてあるのわかる。すが美容系。ボンジュー？違うかな？ダメだ。ちょっとこれマジ本気で翻訳します。で、かわいいよ。このポーチもいただいていい？あ、待って。めっちゃたくさんリップ入ってる。かわいい。鍵付きなんだけど、ここの鍵を開けるやつ。何？かわいい。本当に楽しみ。たくさんのリップをいただきました。イエーイ。じゃあちょっとメイクします。今朝なので。パンを買いました。朝ごはん。フランスだからフランスパンがいいかなって思って。
来ています。謎の桜かわいい。買えました。かわいい。40ユーロ。かわいい。いっぱい買い物しました。すごいみんないろんな人が優しくて、スリーに気をつけなさいって怒られたりしました。めっちゃかわいい。バンプの飲みの市ね。1時なんだけどどんどん終わってく。あ、もう9時ですよね。日本動画上げないとやばいです。やばいやばい。で、見たことない葉っぱを拾いました。あー寒い。折り曲げちゃダメらしい。ファンの子が教えてくれた。今からベルサイユ宮殿に行きます。めっちゃ、もうここの道がまずめちゃくちゃ広いの。すごいよ人間。なんか久しぶりにマスクを外した状態で歩いてるからマジで顔が寒すぎる。なんか寒すぎて、こんな久しぶりに鼻が寒くなったし、寒い時に唇がちょっと麻痺する感じを久しぶりに思い出しました。これが冬かって感じです。寒い。マジ初モデレベルの寒さだわ。はい、現在の時刻は9時です。ホテルに戻ってきました。本当に寒すぎるのと、このマスクをしないで歩き回ることによるこの鼻なの、このほっぺなのの、もうこの冷え切り方がすごくて、寒暖差アレルギーがめちゃくちゃ出ちゃって、目充血しまくり、鼻水出まくり、マジで拍手が止まらないみたいな、もうやばいやばい女だったんですけど、だいぶ復活してきた。だからカラコン撮っちゃったんですけど、ちょっとここから楽な格好をして、まだまあもうまだ9時なんやけど、でも日本時間にしたら朝の5時だから、もう超徹夜女っていう感じなので、ちょっと今日早く寝てちょっとずつ時差をずらしていきたいと思います。2日目です。今は7時くらいなんだけど、なんか日本は15時ね。見て、なんか日昇るのめっちゃ遅いの。動画見たら青いのかな。なんか暗いんだよね。めっちゃ1時とは思えないくらい。日昇るの遅いのかな。マジでアレルギー系持ってきた方がいいと思う。寒いから飛んでないと思ったらゴリゴリに飛んでるので、気をつけてください。本当にめっちゃパリー。今は9時24分です。エッフェル塔大先生、このサイズ感、 iPhone と比べるとこに行ったら
使うか。うん、すごい、じゃーん、え、すごい、これ知ってる知ってる、パリに来た感すごい、すごい、さすがにパリすぎ、すごいね、サムネ作ってます。シャンゼリゼ通りでドラッグストア購入品のサムネを作っています。みんな彼氏と来てるって言ってくる。温度は5度です。寒いですね。でもなんか私晴れ女だからすごい晴れてて嬉しいです。毎秒綺麗。サンタシャペルにやってきました。めっちゃ綺麗、ステンドグラス綺麗なところ行きます。やば、写真じゃ分かんないこの凄さ。階段を登っています。2階に行くんだって。待って、すごい、すごい、すごい、やばー、すごい、エッフェル塔に来ました。じゃーん、思ってたよりも何倍も大きかった。すごい、もっと小さいかと思ってた。すごい、 YouTuber ですかって言われた。Oh, what kind of content are you doing? Beauty content. あ、日本人ですか？日本語上手ですね。私はオランダ人です。あら、あ、DJI。 あ、cool。あ、いやいや、同じ。ありがとう。そういうなら。Thank you。お前ですよね。ありがとうございます。YouTuber の交流。わー、ドカ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 。おー、めっちゃ大きい。大きい感が伝わる。あー、目かゆ。うわ、風が。寒い。おー、すごい。なんかペンギンみたいなやつが空飛んでます。エッフェル塔。今日ここのボタンのやつも、これボタンカバーっていうんだけど、これをつけてたの。なんかこういうブラウスに留めれるボタン、かわいい。すごーい、シャネル本店に来ました。初めてシャネルのバッグを買いました。やばい、初めてで、なんかずっと欲しかった香水とかも一緒に買いました。タクスフリー大事。やばいよ、でもこれなんかあんまり見せたら危ないみたいなこと聞いたから、ちょっとストールで隠しながら。ファッション系のもので、バッグとかも高いの買ったことないなって感じの人間なんですけど、なんかシャネルのバッグはすごいずっと持ちたかったし、子供に渡したかったし、なんかおばあちゃんになった時孫にも貸してあげたいなって思ってたから、こうやって買えてすごく嬉しいですけど、すごい高いお金だなってびっくりした。嬉しい。ちょっと購入品は取ります。これから高いご飯を食べに行きます。本当に嬉しいです。夜ご飯はここです。9ユーロです。
ようございます。3日目です。3日目か。今日は仕事の日ですね。朝ごはん出るので起きました。なんか前髪が休日的。昨日なんかなんかやりました。爪準備します。美味しそうすぎる。ネイルやりました。いい感じ。こっちはね諦めました。親指下地のこの白の部分だけを塗ってパリに来て、続きはこっちでやりました。ハートをひたすら描く。これが飲みの市で買ってきた戦利品です。これまた帰ったらちょっといろいろ言うね。これだけで40ユーロ、6000円くらい。20とかですよね、多分。これ高かった。20ユーロってことは ?150 だから3000円か。これ3000円もした、このちっちゃいの。めっちゃ可愛い。これは3ユーロや。やで、400円、500円。また帰ったら紹介しよう。このポイズンっていう毒っていう、このディオールの香水。マジで可愛い。ちょっとこれを本当に帰ったら購入品します。シャネルちゃんも割とノリと勢いで選んだんですけど、モンシェール。おぉ、いいね、可愛い。これは今メイクをしている。むずいな、赤く今からフェイス塗ります。フェイスはマックのライトフル。今日はマックの人にメイクをやってもらうので、自分でベースのちょっと仕上げれるところはやって、なんかこだわりのある涙袋とかは自分でやって、であとは任せっていう感じでやるので、それの準備をしています。これ使うよ。着替えます。すごい、会えてよかったよ。あ、勉強になりました。準備完了しました。で、めっちゃ素敵じゃない？めっちゃ綺麗。つけまつげとかマジ数億年ぶりすぎて、目がねすごく痒いんですけど、頑張ります。見にくいけどこんな感じ。なんかドーリーのイメージです。かわいい。行ってきます。終わって帰ってきました。寝る準備しますので、寝る準備するよっていうのはナイトルーティンの動画を撮ろうと思います。エアベールを温まるのがめちゃくちゃ早いです。30秒で温まったんだけど、日本だったら3分くらいかかるのに30秒で温まった。今日の服着替えます。よし、行ってきます。朝ごはん。これから
ドラッグストアとスーパーに行きます。今日は夜のパーティーのメイクを取らなきゃなのですっぴんです。全然日焼け止めも塗ってません、すいません。スーパー来た、懐かしい。メイベリンのビニール。ビニール？ビニールだよね。ビニール？ビニールが。見て、色展開が3倍あります、日本の。すごい、買わなきゃ。これ美味しそう。トマト？トマト醤油みたいな。チキン、あ、ホットチリだ。でも400円もする。買おう。激デカナス、激デカキュウリ的なやつ。こういう野菜コーナー好きなんだよね、海外の。うわ、あれ売ってんじゃん。激デカ、激デカネギ。いや、人参は意外と普通。これめっちゃ入る、これ。これめっちゃ入るよ、このネット。これに来ました。こんな感じ、広い。でこれがメトロ、地下鉄です。メトロって共通なんだねってびっくりした。これチケットです。めっちゃ綺麗、この街並み。すごい、普通にパリ。韓国ではこうやって撮ってるのを撮るのが流行ってるんだって。なんか勝手に日本がどこ行っても京都じゃないみたいに、パリもどこ行ってもパリじゃないと思ったら全部パリだった。
ってきたところです。めちゃくちゃ楽しかったよ。英語できるよってわけじゃもう全くないくて、本当に英語喋れないんですけど、伝えようとしてくれてすごい会話できました。すごい楽しかった。めっちゃ可愛かったからちょっと見て。うまく伝えたりできてるか分かんなかったけど、今回このロックドキスをみんな塗ってたので、何番使ってる、何番使ってるっていう会話とかをすごいしたりしました。言葉をうまくこうキャッチボールができたか分かんないけど、でもコスメでなんかすごい仲良くなれた感じがあったし、みんなでこの商品いいよねっていう、このコスメオタが集まってる空間がすごく楽しかったです。なんか本当こんな素敵な機会店でいただけるタイミングが来ると思ってなかったので、本当に楽しい2日間でした。また参加できるように頑張ります。めっちゃ可愛いね。素敵な一日でした。眠いですね。でも今日はさ、時間がないからさ、あんまりパリ来るの方が大変だから寝ない方がいいなと思うかなみたいな。面白いことに時差の関係でフライトが14時間プラス時差がプラス8時間だから、実質私は飛行機に乗った瞬間から22時間を無駄にするのね。今木曜日で3月の2日なんです。で夜に飛ぶのね。そしたら3日の夜の8時とかに着くんですよ。だから私1日なくしちゃうんだよね。でその翌日3月の4日が TGC ということでランウェイを歩くんですけれども、美味しいものたくさん食べたのですごいプクプクしている状態で、せっかくだからこんないっぱいついた脂肪を見せびらかしながら歩きたいと思います。誰が脂肪が悪いって決めたのって。準備していきます。じゃあちょっと髪の毛やってみます。ルーブル美術館に来ました。すごい大きすぎてあんまりよくわからんな。すごい色、これはこの奥にあれがあるのを計算されてんだろうな。ねえ知ってるこれ、LINE の初期設定じゃんのホームってこれじゃなかったっけ。マレ地区っていうところにやってきました。めちゃくちゃおしゃれなの、なんか雰囲気が全体的にレトロなところがあって古着屋とかありました。めっちゃかわいいピアス買った。店主さんかな、おばあちゃんがすごく優しくてとってもかわいかったです。メルシー。マレ地区のこのお店で今コートを2着買いました。ずっとコート探してたけど、まさかの古着のコートの2着が最高すぎて、質も良すぎるし値段も、まあ値段もね、とても良い買い物ができました。一生ものって感じなので頑張って持ち帰ります。バイバイ。帰ります。5時12分。まあ、今日は10時に飛ぶからまだまだ早いんですけど、ちょっとね、荷物多すぎたし、なんか満足って感じ。うちらが泊まったホテルです。お世話になりました。免税をね、見たいなって感じです。最終日の7時7分に空港におります。ここから荷物の整理とかをして預けて、3時間くらいあるんですけど、ちょっといろいろ買い物したりします。ありえないぐらい荷物が多いですね、これ。
何人家族ですかっていう。ご飯の時間がね、あまりね、わからないから。マックに行きまーす。じゃーん、空港にあったマック。やった、何気に。初めてだな、嬉しいな。うわ、そこなんか、でかっ、でかっ。でかー。いただきまーす。チーズフォンデュ的な。かっこいい。うん、これ1個で1400円くらいする。14,2100円。やば、高いわ。23キロしか入れれないところに32キロ入ってたのでダメですって今並んでます。もうこんな時間なんですけど、今日はチャンネル5周年なので今日中に絶対動画出したいから編集します。